広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回はですね、ヤマハの 125cc クラスのバイクの話題になります。2023年の年末までに一気に3車種発売されましたね。一気に3つも出すとかなかなかないですし、バイクの人口も30年前に比べ大幅に減っている現代なのに、いや本当マジで30年くらい前の10代20代の当時の横浜の若者は半数がバイク乗ってましたよ。もうマジで本当メーカーもよくやってくれたと思います。バイクファンでもそうでなくとも拍手喝采したいところです。物価だけ上がって給料は下がっている現代において、維持費が安い 125cc クラスは本当に貴重ですし、僕みたいに月収2万5千円の小遣いで生活しているサラリーマンにはなくてはならない 125cc クラスですから。そんな素晴らしい 125cc のラインナップを拡大してくれたヤマハには感謝したいと思います。ありがとうございます。さて、そんな新型の3車ですが、見ていくとそれぞれにジャンルが違うので、125cc のミッションが欲しい人には選ぶ楽しさもありますよね。レーシングマシン的スタイルの YZF-R125、 究極にかっこいいフルカールのデザイン、クラスを超えたその見た目で眺めるのにも良さそうです。ストリートファイタースタイルの MT125、 先進的な現代版のネイキッドデザインなので、ネイキッド好きには新しい感満載ですし、これが 125cc で楽しめるってのがいいじゃないですか。最後は XSR125、 これが本命と言いますか、多分一番人気になると思われます。ネオクラシックデザインのど真ん中、名前までかっこいい XSR125、 ド派手なところがないので万人に受けそうですし、飽きが来なさそうなデザインで長く乗れると思います。価格は約50万円で乗り出し可能と思われます。店によって多少は変わると思いますけど、大体そんなもんでしょう。 125cc で50万円は高いので、高級車ですねといった印象です。だってですよ、僕の年収より高いですからね。なかなか買うのも大変です。正直言ってめっちゃ欲しいです。所有してみたいです。 125cc クラスが今一番熱いってのもありますし、僕みたいな金がないユーザーにも頑張ればなんとかって感じで訴求してきますよね。もう欲しくて欲しくて、買うなら MT125 か XSR125 なのですけど、どっちにしようかな、色とかどうしますみたいなことを考えて毎日ぐる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 しております。完全に新しいバイク欲しい病が発症してますけど、一旦これがねピークに達すると冷静になって、あ、いかんいかん、自分は190センチ身長があるからミッションバイクは乗れないのでした。今も乗ってる PCX のようなスクーターじゃないと快適に乗れないでしょと思い出すのです。足つきとか考えたこともないぐらい足が長すぎなんで、逆に膝と足首の曲げがきつくて長時間ミッション車乗れないんですよね。でもね、どうせそんな長距離長時間乗らないでしょとかね、訴えかけてくるんですよ。確かにそうなんです。今現在7年間乗ってる PCX も7年でなんと走行3000キロですし、ツーリングも7年間で1回いや2回かそれぐらいしか行ってないですからね。じゃあ乗るよりもマフラー変えたりドレスアップして眺めたり、それこそ YouTube に載せたりして遊ぶのは好きなんだから、別に膝の曲げとか考えなくてもいいんでない？どうせツーリングも行かないし、ちょい乗りしかしないんだし。確かに自分盆栽ライダーだから買っちゃってもいいかも。あ、いやいや、ちょっと待ってください、違うでしょ。あなたはスクーターが好きなんでしょ。特に PCX が好きなんですよね。まだ見ぬ新型の5代目 PCX が出たら買うってこの間 YouTube で言ったじゃないですか。おお、そうでした。こんな感じで、こんな一人芝居じゃないですけど、頭の中でこれがねずーっとぐる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 ループしています。きっと新型5代目 PCX が発表されたら予約すると思います。まあでもね、よくわかんないですよ。結構衝動的にね急に行動しちゃうタイプの人間でもあるんで、自分でもよくわかんないんですよね。まあ何はともあれ、 125cc のミッションバイクが欲しいなら、今買うなら最新のヤマハ3兄弟で間違いないと思います。最新のデザインと最新の装備満載ですよ。
買えるなら今買って、街中で目立って目立ってかっこよさをばらまいて世の中を幸せにしてください。買った人はぜひコメント欄で自慢してくださいね。特に趣味は自慢しないと意味がない、楽しくないですし、自慢しないと幸福感は上がりませんから、とても大事なことです。ぜひコメント欄で自慢しまくってください。本当に出るのかどうかもわからない5代目 PCX を買ったら、このチャンネルを通じて自慢しまくりたいと思います。好きなものや好きなことを自慢している光景って、共通の趣味だったり好きなものであれば、見てる側からしても楽しさしかないですからね。自分もよく思うんですよね、人の動画とか見てて。ぜひ一緒に楽しみましょう。このチャンネルではジャンルを特定せず、車関係が多くはなりますが、ガジェット、バイク、アクアリウム、ペット、ビザールプランツ、日用品など、ひたすらおしゃれでかっこいいと信じている広く浅い僕の趣味の世界を紹介発信しています。ほんの少しでも共通の趣味だったり興味を持っていただけましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ喜びます。いろんなことやってるんで、趣味を探してる人は新しい趣味を僕の動画きっかけで始めてみてください。絶対楽しいですよ。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。さようなら。